高速道路のサービスエリアやパーキングエリアを有料化する、そんな話が最近話題となっています。どんな事情があってお金を取るとの発想になったのか適当に説明します。特にトラックを中心に有料化するとの話でしたが、普通車についてもそうするポリシーのようです。ことの発端を話すと、国土交通省などは、おいトラック、何長時間駐車場占領してんだよ、さっさとトイレ休憩終わったら出て行けよ、待てよ金取ればいいんじゃねー。そんな流れだったかは不明ですが、大型車の長時間駐車が問題となっています。特に深夜、仮眠を取るドライバーなどが長時間駐車しているようです。できるだけ短時間のみにしてもらいたい、そんな目的から有料化というアイデアが出てきました。これに関してはいろんなコメントがあります。今後はビッグテーマになるかもしれません。ですが、良い子のみんなは、おい、なんで今更問題になっているんだよ、トラックって昔からいるだろ、しかも少子化とかで減るはずだろ。確かにトラックの台数こそは増えていません。ただあくまでも全国目線で見た場合になります。地方であれば交通量は減り、トラックも例外ではありません。ですが東京、名古屋、大阪は別です。三大都市圏に限るとむしろ増えているとのことです。物の行き来は確かに多くなったと述べています。そしてトラックが増えた結果、高速道路のパーキングで休憩するドライバーも増えました。ゆえに駐車場が足りなくなり満車となる事例が多くなったようです。ですが皆さん、なんで三大都市圏だけトラックが増えたんだよ、んでなんで休憩する人が増えたんだよ。三大都市圏といえば若い人たちが集まるところですね。住む人が増えたことで物を運ぶトラックが増えたかと思われます。ですが他にも理由はあるようです。アマゾンとか楽天とかですね、通販を使う普通の人たちが増え、宅配業者が増えたわけです。結果的に台数も増え、交通量が増えました。一方物流業界にも変化が起きました。オーダーが入ったら速攻で出荷する、物流倉庫を作るぞ。意味不明な発言ですが、企業の物流関連の仕事をやってあげますみたいな業者が出てきました。これを難しいワードでサードパーティーロジスティクスと言います。普通取引先からのオーダー、在庫、出荷などの管理はメーカーとか商社がやります。ですがそれらの作業をやる会社が出てきました。まあ転売ヤーならぬ転物ヤーみたいな感じかと思います。そして在庫を代わりに保管するところとなる巨大な基地を作りました。その秘密基地を作る場所として物流業者たちは、トラックの運送費が安くなるように都会に近い高速のインターの近くに作るぞ。ゆえに都会に近い高速道路のインター近くにトラックが集まるスポットがたくさんできた感じです。そして近くのパーキングで休憩するドライバーが増えました。そんな中、長距離を運転するドライバーは途中で仮眠を取ります。ゆえに長時間駐車するトラックも増えたわけです。ですが長時間にわたって駐車場にいる理由は休憩の面だけではないようです。一部のトラック会社は、朝8時に来いって言われてるんだよな、でも早く着くのもダメだってさ、しょうがない、ちょっと時間調整するか。早着も延着も NG という厳しいタイムスケジュールがあります。そのため時間調整する例が結構あるとのことです。そうした結果、都会に近いパーキングの駐車場が満車になりやすいのです。ですが皆さんこう思ったかもしれません。じゃあ駐車場増やせばいいだろう。確かに駐車場を増やす手もあります。今回も国土交通省などは確かに検討したようです。駐車場を増やしたり、パーキングを別のところに追加で建設したりするとしました。さらに駐車場を2階建てにする案もあるようです。1階をトラック専用、2階を普通車にする案です。それでもこれまでの場合は駐車場を増やしてもすぐに満車になったようです。そこで国は、駅前のイオンみたいに最初の何時間無料、その後は30分ごとに200円とかにしようかな。イオンという名称は出てきていないですが、アイデア的にはそんな感じです。一定時間を超えてパーキングにいたらお金を取ると言いました。こうして短時間で出ていくことをバックアップする模様です。回転率がアップし、駐車場が満車にならないとしました。とはいえすぐにはやらないようです。
まず第一弾として国は短時間専用エリアを作るぞ。同じパーキングでも短時間限定の駐車ゾーンを作るとしています。トイレ休憩オンリーの場所ですね。ですがガチで効果がなかった場合、全面的に有料化するようです。有料化とは駅前のイオンみたいな感じですね。混雑する大都市圏すべてで実施するかもしれないみたいです。しかもトラックのみならず普通車も対象にするとしています。なお有料化に関するテストもすでにやっています。東名高速道路の豊橋パーキングで大型車を対象に行われました。2019年からテストがスタートしました。ですが当初はまずは駐車場予約制にしよう、駐車スペースを予約制にしました。この時はお金はかからず無料としました。確実に止められるとして予約率は結構いい感じでした。ですが2021年になると無料だった予約を有料にします。深夜12時から3時までの夜中に限った話ですが有料としました。最初の60分は有料とし、その後は課金しました。要するに駅前イオン方式です。大型車は30分120円、特大車は30分250円としました。仮眠を取るドライバーが多くなる深夜の時間帯を有料としたのです。ですがテストをやってみるとあれれ、半分に減っちゃった。予約するドライバーが普通に半分くらいに落ち込んだようです。ただトラックの交通量が減ったわけではありません。電車の本数を減らせば人の移動が減るという意味不明な理論と同じです。ちょっと前にそんな話がありましたね。今回の場合も休憩したいドライバーは減っていません。これまで豊橋パーキングを使っていたドライバーたちはじゃあ無料の他のパーキング使うわ。まあ当たり前ですがそんな流れになったとのことです。有料化された豊橋を避け前後のパーキングに移行したとされています。というわけで都市圏にてトラック普通車ともに有料にする案が出てきているわけです。ただデメリットもあります。有料化すると懸念点として眠くても運転し続ける人が増えて事故が増えたらどうするんだよ。仮眠が取れず結果的に無理をして運転し続け居眠り運転で事故が増える可能性です。政治家であればフジテレビに撮影されて追及されるだけで済みます。ですがトラックドライバーはさらにヤバいですね。人身事故の場合被害を受ける人が出てきてしまいます。とにかく休憩が取れないとなるとますます過酷な職業となってしまいます。そうなるとどうなるでしょうか。今年は2024年問題が注目されていますね。あとはご想像にお任せします。物を運ぶ手段は減り日本経済がオバコン化するかもしれません。それではウプ主のおっさんの説法タイムです。今回は高速道路の深夜割引について考えました。ウプ主のおっさんこう言い残しました。深夜割引で安くなるもサービスエリアパーキングエリアは有料化で休みなし言って